日本関東地方神奈川県横浜市栄区若竹町若竹町は横浜市栄区の町名定番を持たない単独町名である住居表示実施済み区域郵便番号は247-0012二。栄区の中北部に位置し町の大部分が小建ての住宅街となっている町域はひらがなの木への字に似た形をしており北東は 港南区港南台、北西は元大橋、南は上里町に接する。町内に鉄道はないが、元大橋との境の通りには JR 根岸線、港南台駅と小湖、桂台中央、上里ネオポリス方面を結ぶ路線バスが平日、日中でも1時間に7本以上と頻発している。かつては、 鎌倉郡本郷村の一部であり、1939年4月1日に横浜市と津区に編入され、戸津区の一部となった。1963年から1970年にかけて、後に若竹町と元大橋となる一帯において、現在の堺区での最初の大規模宅地開発が行われ、1973年6月11日に中野町、 上里町の各一部から分離して若竹町を新設、同時に住居表示が実施された。町名は若い竹のように発展してほしいとの地元の願いにより付けられた。1986年に文句により栄区若竹町となり現在に至る。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。